メガネ顔バイダーニやねん。まだで分からへんからいいかもしれない。ローディング開始です。ライブより簡単にご案内いたします。前の方について入り口が狭くなっておりますので2列に分かれて前の方についてここでは映画制作のパイオニアであるユニバーサル映画の歴史についてご紹介いたします。なお館内での飴やガムなどを含む誤飲酒、喫煙、フラッシュを使っての撮影、携帯電話のご使用はご遠慮ください。皆様のご協力をお願いいたします。それではどうぞごゆっくりお楽しみください。イエーイ。人類の誕生以来、人は絵を使って物語を伝えてきました。神々が登場する古代の神話から中世の騎士の伝説まで、何世紀にもわたって絵画は物語を生き生きと表現してきました。そして今からわずか100年ほど前、魔法のような出来事が起こりました。絵が動き始めたのです。観客は度肝を抜かれました。人々は瞬く間に活動写真の虜となり、当時ニッケルオデオンと呼ばれた簡素な作りの劇場に押し寄せました。さあ皆様、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。世にも素晴らしい魔法の動く写真だ。こいつは驚きだ。今の子に火がつくぞ。さあさあ、浮き取りドッキリ活動写真の世界はこちら。これを見逃したら一生の不覚だ。この人気も一時の流行に過ぎないと思われていました。しかしカール・レムリという商人は、魔法の写真に目を輝かせる観客を見て、活動写真の明るい未来を確信したのです。そこでレムリは自ら劇場を開きます。それは呼び込みが前に立つニッケル・オデオンではありません。一段とおしゃれな映画館を作り、ホワイトフロントシアターと名付けたのです。親切なドアマンの案内で、観客は冒険やドラマ、そしてロマンスの世界に入っていきました。この映画館は大成功でした。しかし映画を見せるだけでは飽き足りなくなったレムリは、やがて映画制作に乗り出します。数人の俳優と小規模のスタッフで制作されたアメリカの有名な物語、ハイアワサの歌。当時は誰も想像さえしませんでしたが、これが後に世界的規模を持つ由緒ある映画制作会社の第一歩となりました。レムリの最初の会社はインディペンデント・ムービング・ピクチャーズ、インプと呼ばれた。この会社はやがて毎週のように新作を生み出していきます。ある時、レムリはちょっとした魔法を使ってみました。主演女優の名前を初めてスクリーンに掲げたのです。女優の名前はフローレンス・ローレンス。たちまち人気者になりました。レムリは史上初の映画スターを生み出したのです。スケールの大きな映画をたくさん作るには、小さな会社では間に合いません。街が丸ごと一つ必要だ。そう感じたレムリはスタッフを引き連れてカリフォルニアへ移り、映画を撮影するための街を本当に作ってしまいました。その街は長い年月の間に幾多の変遷を経て発展してきましたが、街の名前は今も変わりません。
ユニバーサル映画のふるさと、ユニバーサルスタジオです。こうして生まれたスタジオは猛烈な勢いで映画を作っていきます。無声映画が華やかだったこの時代、ユニバーサルスタジオもたくさんの名作を世に送り出しました。やがて再び魔法のような出来事が起こりました。 I am Dracula。 映画が喋り始めたのです。 Turn around, rat。しゃべる映画はトーキーと呼ばれ、たちまち人気を博しました。そして映画はますます理想へと近づいていきます。テクニカラーの発明により、ユニバーサルは観客を魅惑の世界へ誘いました。現在私たちが楽しんでいる映画の形が完成したのです。映画は様々な過程を経て進歩してきました。しかしニッケルオデオンの頃からハリウッドで開かれる華やかなプレミアショーまで、ただ一つ変わらないことがあります。映画館に足を踏み入れるや否や、あなたはスクリーンに引き込まれ、魔法の世界に溶け込んでいくのです。